どうもですマソビチャンネルのコーチです。えー、ちょっとね、鼻声で、えー、体調崩してるんですけども、今日も、えー、とギア紹介の方していきたいと思います。えー、とまず一つ目、えー、それがこちら、えー、ミニランタンです。これ、ミニランタン、いろいろなメーカーから出てると思うんですけども、亀、えー、山ろうそくさんとか、えー、とそういった部分で、あの多分これね、えー、と OEM っていうんですかね、あのー、それを。 まあ、代用している商品になると思うんですけどもこのミニランタンええー、とこれここのミニランタンのメーカーさんなんですけども、えー、ちょっと出していきますねよいしょよいしょはいそれがええー、とこちらになりますよいしょこのサイズ感ですね ちょっとね、後でまたフェアハンドとかの比較の方をしていきたいとは思うんですけども、えーと、ここにブランド名が入ってるんですけども、ナチューラさんっていうんですかね、これ。えっ、ー、と、確かそうやったね。ナチューラさんやね。えー、そこのミニランタン、えー、それに付随する、えー、とこちらの方を紹介してますね、まず。で、えー、とそれの、えー、とこのシェードです。で、これね、 ちょっと分かりにくいかもしれないんですけどね、ここにね、メーカーの、えっ、ー、と、なんていうんですかね、切り抜きっていうんですかね、これ、穴開いてるんですよ。こうしたら見えるかな後ろのライト、透けてるの見えますよね。で、これがシェードになってます。かなりね、シェード、えー、立派な作りしてます。ランタンに比べたらね、かなりシェードの方が重たいんですけど、えー、こういった形でね、雰囲気出ますよね。 で、ナチュラさんのミニランタン。えー、っと、このナチュラさんって言ってもね、えー、っと、これではそんなに有名ではないと思うんですけども。えー、っと、皆さん、次の商品。こちら。ちょっと開けますね。こちらを見れば、あーっていう方は多分多いと思います。これね、立派な箱なんですけどね、開けにくいんですよ。よいしょ。はい。このようにね、えー、っと、 メーカーカ名入ってますよねナチューラさんこれが何かと言いますと,、えー、とこれですわかりますかピンとこないかな来たかなあのー、ランタンですよね LED ランタンえっ、ー、とこういった形状ですえっ、ー、とこのランタン、まあ、この形を見たらピンとくる方も多いと思うんですけども、えー、大人気 ゴールゼロまあほぼ変わらないですよね。ただ、あのー、なんていうんですかね。明かりを灯す時間っていうんですか、あのー。それが、こちらのランタンはかなり、えー、っと長いです。ゴールゼロに比べれば。今ちょっとね、調べてるんですけども。 書いいてないかなあ書いてるかなここかなえー、と最大120ルーメンえー、とあとはどこかな点灯時間が最大でまあ10時間から160時間ってなってますよねでこれね、えー、何がいいかというとあの僕らみたいにいろんなその機材使ってる人間 っていうのは、あの、この、なんていうんですかね、えー、っと、充電、携帯が、これ、USB でしたよね、あの、ゴールゼロは。これ、タイプ C なんですよ。で、タイプ C で統一できるっていうのが、あの、この商品を僕選んだ理由なんですけども。で、あとね、ちょっと、これ、点灯するのにちょっとコツがいるんですよ。1回長押しやって で、2回、えー、1回長押しやって、2回、ボタンを押すと、点灯します。で、これね、まあちょっと今、これ、あの、オレンジの、何て言うんですかね、あの、カバーつけてるんで、ちょっと明るさがわからないかもしれないんですけども、ちょっと違うのを持ってきますね。よいしょ。よいしょ。 明るさの比較ってちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、えー、断然こちらの方が明るいです1段階ぐらい上なのかなで多分真ん中これでゴールゼロと同じぐらいなのかなちょっとやっぱりねあの点灯方式も違うんであの比較はできないんですけど断然こっちの方が明るいですで僕らみたいに撮影のライトとして使うには断然こっちの方が有効ですね ゴールゼロはねあの、カスタムする方にはかなりいいと思います。あの、こういったようにオレンジの、えー、っとカバーつけたりとか、あと下ですね、下にこういう、まああの、えー、なんていうんですか、これ、三脚のネジとかがついている結構有名なメーカーさん。これまあ、その本物のメーカーさんですよね。僕が以前の動画で上げてるのは、 えーとナルゲンボトルとかそういったあのキャップを折りをしたよいしょこちらになります。これキャップをあのナルゲンのキャップを利用したゴールゼロにばっちりなカスタム。 それによいしょえー、っと変えてねこちらこれ有名なの分かりますよね見えますかねこちら2000円以上するかなこれちょっと値段忘れたんですけどもかなり高いですまあ本物をねちょっとあのー、使ってみたいっていうのがあったんでこれは購入の方したんですけども こういうい感じですねで自分で穴開けて止めるとこのカスタムの方法はまたあの違うところに貼っときますねこれバッチリなんですよこれあのパチッとこんな感じで止まるんですよで落ちないしそれに伴ってねあのそれにこう変えてねこれ こちらの商品っととととこちらの商品はえー、っとごめんなさいねこちらの商品これねすごく入れにくいんですよねちょっとコツがいってこういった形で入れるんですけども入ってしまえばねこっちの方がヒット感もあるんですけどまあ代用できますよっていう結構ねこれもあの 入手しににくい商品になってると思うんですけども、まあ、ナルゲンのボトル使えば簡単にできますすっていう点ですよねでそれに加えね、えー、とナチュラさんの方はそんなにカスタムできるようなアイテムっていうのはまだ出てなくて、あのー、ナチュラさんのメーカーの方でここに巻くシールとかは出てますステッカーですよねそういうカスタムの仕方はあると思います今後これもねちょっといろいろカスタムできないかっていうのをもう模索してる途中ですね であともう一つがえー、っと昨日届きましたこちらこれねあのー、何個か前の動画とかでちょっと上げさせてもらってると思うんですけどもあのー、山田工作工業所さんとコラボして作っているあの中華鍋 作っている部ななんて読むんか僕ちょっとねいまだに分からないんでまだ概要欄の方にそれは貼っとくんですけどもアラームが鳴りましたねごめんなさいすいませんでしょそこのえー、っとこちらのメーカーさんです このメーカーさんですよね。そこの、えっ、ー、と、これは、ランタンウォーマーっていうんですか。今ちょっとね、えっ、ー、と、流行ってますよね。あの、ヘアハンドさんとか、レーツさんとかの上につけて、えー、シェラカップとかを温めることができる商品になります。で、まあ、あの、僕がなぜここのメーカーさんを選んだかっていうのは、やはり作りが、 きっきりしてるのかなっていう印象があったんでちょっとこちらの方選ばしてもらいましたでねこの柄も綺麗ですよねこ,れこの柄でこれも組み立て式なんですけどもちょっとコツがいるんですけどね このような形ですでこれちょっとね、えー、っと今、えー、ちょうどあるんでよいしょ「フェアハンドさん」こういう風に、えー、ランタンの上にパコッとはめるタイプですねこれで上でまあ調理はできないと思うんですけどもだいたいまあ80度ぐらいって言ってましたけ、ね、ど80度から90度ぐらい 保てるって言ってましたけどこのように熱を利用してねあの何かを温めたりとかぬくめたりすることができますまあ一緒ですよね温めるぬくめるはそのような商品になります今日はねこういった商品を紹介しましたこれまたねあのフィールドの方でえと使ってる様子また後日アップの方していこうと思いますでミニランタンとフェアハンドの差ですね これぐらいの違いあります。こういうサイズ比較ですよね。で、これもね、またあのフィールドの方に持ち出して、ちょっとその使用シーンっていうのを動画の方に上げさせてもらおうと思います。今日の動画はね、この辺で、えー、っと終わっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。